こんにちは。大阪でお菓子教室をしています、ひすなたです。今日はベーキングパウダーについてお話ししたいと思います。ベーキングパウダーの成分の中に、見てみるとですね、2番目に、炭酸水素ナトリウムっていうのがあります。これが、膨らむ要因なんですけど、これは重曹のことですね。で、ベーキングパウダーの話をする前に重曹の話をした方がいいと思うんですけど、ね、これはちょっとお掃除用、お掃除重曹を使ってるんですけども、重曹、炭酸水素ナトリウムは水に溶けて反応して加熱して発泡するというものがあります。で、重曹だと、苦味が出たりとか、お菓子の色が黄色っぽくなったりするんですね。それの弱点をカバーしたのがベーキングパウダーになります。で、炭酸水素ナトリウム以外に上の1番目と3番目は酸性剤って言われるものですね。で、一番下がコーンスターチ。これが分散剤とか中和剤っていうものなんですけれども、炭酸水素と酸性剤が合わさると反応が起こります。で、それを普段この状態でも反応が起こらないように分散させるためにコーンスターチが入っています。だから酸性剤のおかげで何があって、炭酸水素ナトリウム、重曹はアルカリ性なんですね。アルカリ性が良くない、苦味とか出てくるので、酸性剤を入れて、弱点を補強しています。で、ベーキングパウダーはまず生地の中に入って水分で溶けて、コーンスターチが溶けて酸性剤と重曹が出会って反応します。発泡が始まります。で、その後にオーブンに入って加熱されてまた発泡が始まる。なので2回、発泡するタイミングがあると思ってください。はい。で、一つここにも書いて、私もアルミフリーって書いてるんですけれども、アルミフリー、まあベーキングパウダー買われるときに結構アルミフリーを買う方が今は多いかなと思います。アルミが入っている、アルミは酸性剤なんですね。で、アルミが入っていると何がダメかっていうと、まあアルツハイマーに、の原因になるんではないかみたいな話があったみたいです。でもですね、今は実はアルミはもう体内に入っても全部排出されるとか、アルミ自体もアルツハイマーとあまり関連性がないんじゃないかっていうふうに言われているので、もうアルミフリーでなくてもいいんじゃないかって、私の信頼を受ける東京の先生はおっしゃってたんですけれども、もう一度アルミフリーっていう話になってしまってたら、もう皆さんそちらを買うようになってますね。なので、まあ本当はアルミも入ってても大丈夫なようなんですけれども、今はそういう風潮になっているということです。はい。バターケーキとかね、マフィンとかにベーキングパウダーを入れられると思うんですけど、また参考に、使ってみてください。